みんなで1万円やるじゃなかった。新規が挑戦してカッて言ったら20秒だ。冷たいの冷たくない、あんまり冷たい、うんこ冷たいだけじゃ。だからオレンジジュースの口にオレンジあのうんこがついてる。それ知らないあの伏見の長峰ってのが、じゃ あのオレンジジュースいただきます。あれオレンジがはみ出ちゃってる。つぶっちゃうってずっとつぶっちゃう。じゃあねえな。というわけでゆうと中島オールライト日本。日本この番組は東芝 EMI、フルモン、VBD フリボン、TBS ソニー、モジュアル楽器、ポッカコーヒー、キャニオンレコード、日本コロンビア、フォーライフレコード、フォード学園、エスリー食品、ジャパンレコード、以上各社の協賛で、東京都中央区有楽町日本放送をお聞きしていただき、全国29局を結んでお送りいたします。ありがとうございます。しかしダメだよ、お前ら、本当に。ええ本。あれほど俺50万部しか出ないって言ったろ。それなのに、売ってねえとか、話ばかりしてて。それはだから信用しなきゃいけない。50万なんて、ね、本あだよ。パッと言ったらパッとなくなっちゃうのは当たり前なんだから。え、中には売れる、買えなかったって自殺するやつが出ちゃう。え、宗教変えちゃう。今までの自分は悪かったんじゃないかと。え、宗教変えちゃったね。え、思わずあの外野が行っちゃってジョーンズの口に会いに行っちゃったりなんか。そういうことしちゃダメ。残って毒飲んじゃって死んじゃったやつがいる。それじゃダメで、ね、戦後刑事に会いに行っちゃって。本買えなかったからってね、宗教変えたりなんかしね、それ普段の行いが悪い。人生に輪廻、輪廻転生と言ってくれるからね、ぐるぐる回るだけだよ。結局ね、今のうちいいことしないと。え、お前の孫とか、ひ孫がだな、オールナイト日本の本買えないと。そういう状態にぐる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 回るだけだよ。ダメだよ、お前。それから、今日はもうすっかり前半はね、ディスコ体験、セレブレーション、クーラーみたいな。へい、踊って踊って、痛いから、仕事ください。いやー、もう本ね、もう売れてね、出てないって言ってないって、いろいろね、はがきしちゃったんで、しょうがないんですよ。とにかく、もうダメだな。それでね、いろいろハガキしてた。うん。ね。結局、タケちゃん買ったよ。ね。買った。ポール巻きで。うん。ポール、何ポール巻きさんが買ったってしょうがない、そんなことね。うんこ屋の書士、すごい売れ行きでした。私は銀座で買いましたが、店が開く前から本屋を人の波が20、30人も取り囲み、三国寺の幸せ者コールは、朝焼けの空にいつまでも響いていました。そして店がシャッとシャッターの隙間からすでに目を開けていられないほどの光が私たちを包み、竹竿にむしろを刺した竹ちゃん教の信者たちはこれで神のおそばに一歩近づいたとうなずき合って、それぞれ手に持っていた生産狩りを脱ぎ押し、竹ちゃん万歳と言いながら本を持ちながら死んでいきました。何を言ってんの。とにかくね、こういう話ばっかしなんだよ。結局な、結局売れてないとかまだなかったとかね、そういう話ばっかしてんだけど、結局50万部という少ない量だからね、これはみんなさんの手にお届けにならないってのはよくわかるけどもね、しゃあないじゃないか、これ運が悪いんだから。要するにね、で、はがき優先権仕入れたんだ、もう送ってきちゃったな、これ、ね、10人ね、とりあえずね、後で読むからね、それからにとりあえず 10名様、今読んじゃおうかな。優先権ね、静岡県の藤田幸宏、ね、長崎市の岩崎、長崎まで行ってるんだね、もうあの本が。全国縦断だね。新潟県の松平、北海道の井上慎太郎、広島の上光、ビートたちのオールナイトニッポン、話優先権ちゃんと貼ってあるからね。山形県の三宅、香川県の角の端、羽生寺、なんだろうかね。じゃあ、蝉の声じゃん。ハブジ、どんな名前なとこだろう。ヘビじゃハブジ、ハブジだってすごいやつがいるのに、どういうの。俺は呼んでこいばっかやろ。長野県のすごいね、原正明から、三重県の宮本克幸、葛飾区の、なんだこいつだ、なんだかよく分からない、葛飾県のなんだか、葛飾県じゃない、葛飾に誰か名前が書いてない。まあそれじゃね、シールを送るから、この表紙がシールになってる。こういうものをね、だけどね、渡すけどもね、電車とかそういうの貼っちゃダメだ、人の目につくところに貼っちゃダメって言ってと貼っちゃうからやなんだから、貼らないようにね。それからね、あと190、来週再来週と、じゃん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 、北海道行きまして、大田プロシリーズ大変だよ、うちの事務所。俺一歩で稼いじゃんだから、そういうことだと、その一行だとよく考えたら、なんでもじゃあ俺らが行くだけなんだ。あとおまけに鶴太郎と若田明だと、なんだ、いい年って何で僕も投げ合ったなら、それを連れて行っちゃったなんか、それで鶴太郎とモノマネ2つだよ。お互いにネタが買っちゃったって牽制しちゃったよ。このネタをやめてください、私が使ってるから。楽屋で掴み合いの計算だから、中田君は鼻に流して撮ってるの。もうない小森のおばちゃんはダメですよ。俺は私のネタだから、鶴太郎がでかい頭振り乱して怒ってて、頭の毛が薄いくせに怒ってた。頭の毛が薄くて毛がかってから、ゴーゴーって怪獣たちが見ちゃうと石になるってわけのわかんない怪獣みたいな頭にして、僕で。それでね、
込まれて、で、次、苫小牧のなんとかホールって終わった後、え、それで、飲みに行こうって言ったら、金子行こうって。いや、俺ちょっとお客さんに呼ばれてて、あんなやろ、抜け駆けしやん。先で、泣きなく出てきた。俺ってたら、死ぬたらって分かったんです。本人で、つまくても行こうって、つまくったら、さっき金子さん来てますよ。え、あいつ来たぞ。次の見て、お前があいつ来たと見せないで、つまねえから行こうって。そうですよ。さっき金子さん来てますよ。それで、歌歌って、漫才やって、見てたって、盛り上がったって、あ、そう。歌歌ってたの。うん。それでね、漫才やってた。あいつが漫才だとおかしいなと思って、今すぐ見て、さっき金子さん、やる金子ばかしてやるんですよ。昆虫採集だったので、他に売り出すっていうので、昆虫が。で、2日に出ました。